ネギシエ17月14日から2021年6月6日は日本の科学者。2010年ノーベル科学賞受賞。岡山大学名誉博士。定人グループ名誉フェロー。大和市名誉市民。北海道大学触媒科学研究所及びパデュー大学の特別教授。1935年満州国新教特別誌にて誕生。 翌1936年、南満州鉄道継商事会社に勤めていた父の転勤に伴い、貧困症ハルビン市に転居して、少年時代を過ごした。1943年、父の転勤で、日本統治時代の朝鮮に川府、ついで、京城府上東区で過ごした。第二次世界大戦後の1945年11月、東京都目黒区に引き上げ、 親戚一同と過ごしたが、深刻な食料不足などを解消するため、神奈川県高座郡山都町南林間へ転居して、山都小学校を呼び、新生の山都中学校へ進学した。満州国時代に、内地の同世代の児童より一年早く小学校に就学したため、神奈川県立湘南高等学校に進学しようと、する際に、 高校から年齢が一切若く入学できないと通知されたため、山和中学校の教諭約10人が交代で高校を説得して入学許可が下り、同校に入学した際は同級生より1歳年下の14歳だった。高校のクラブ活動は合唱部に所属し、絵画部にも所属した。絵画部の2学年上に、 石原慎太郎が在籍していたが、レベル差を感じて、ネギ氏は、絵画部を短期間で退部している。高校在籍当初は、成績優秀な生徒ではなかったが、2年へ進級した、後に猛勉強した結果、2年に学期から卒業まで、学年トップか、トップ隊の成績を収め、1953年3月に、湘南高等学校を卒業。同年17歳で、 東京大学に入学。大学受験時はプレッシャーにより体調は最低で、1万1東京大学の入試に不合格だった時でも、東京芸術大学学理科か指揮科なら楽器演奏のできない自分でも入学できるかもしれないと考えていた。大学3年の時、胃腸障害をこじらせて一時入院し、1年留年。1958年。 東京大学工学部応用科学科卒業。東京大学工学部出身者としては、初めてのノーベル賞受賞者である。在学中に、定人比サムラ奨学金を受給した縁もあり、同年4月に、帝国人造機抜糸へ入社。その後、1960年に、定人を休職して、フルブライト小学生として、 ペンシルベニア大学博士課程へ留学し、1963年に PhD を取得した。博士課程での指導教授はアラン・アールデー PhD 取得後は、定人中央研究所に復帰するが、学会の研究者への転身を決意。日本の大学での勤務を希望していたが職場が見つからず、1966年に定人を休職して、 パデュー大学博士研究員となる。この時の指導教授は、ハーバート・シー・ブラウン。1968年、パデュー大学講師。1972年、シラキュース大学助教授に就任して、定人を正式に退職。1976年、シラキュース大学准教授に昇格し、1979年に、ブラウン教授の招きで、 パデュー大学へ移籍し、教授に就任。同年のブラウン教授のノーベル賞受賞式には、随伴者の一人として式典に出席した。1999年から、パデュー大学ハーバート C ・ブラウン科学研究室、特別教授の職位にある。2010年10月には、古巣である帝人から、帝人グループ名誉フェローに招へされ、就任している。2011年、 母校ペンシルベニア大学から名誉博士号を授与された。また、岡山大学のエネルギー研究拠点のアドバイスに長年携わっていたことから同年3月23日に岡山大学名誉博士を授与された。さらに独立行政法人科学技術振興機構の総括研究士官に就任し、同機構が日本における活動拠点となっている。 2014年3月、母校の東京大学から名誉博士号を授与された。2018年3月12日に、イリノイ州で、ネギ氏夫妻の乗る乗用車が溝にはまる交通事故が発生。地元のイリノイ州警察の発表によれば、A は助けを求めるため車外に出たが戻らないため、夫を探すため妻のスミレも車外に出た。しかし、現地の寒さは厳しく、 スミレは低体温症になり、その後夫妻は病院に搬送されたが、スミレは死去した。スミレの死去については当初は事件性が疑われたが、死因が偶発的な低体温症であったとして警察は事件性を否定している。2021年6月6日、アメリカインディアナ州のインディアナポリスで死去。85歳没。 日本で所属していた東京大学や北海道大学、岡山大学などから哀悼の意が表された。また没日に遡って、日本政府より、13味に、追伸された。ストックホルム大学でのノーベル賞受賞講演。ありがとうございます。